どうも、下駄ハノウです。本日のテーマは、色のついた骨は骨壺に入れたらダメなんでしょうか、という質問が来ましたので、お答えさせていただきます。お骨揚げの骨に色がついてるっていうやつね。はい、もうこれね、すごく疑問に思われてる方非常に多いです。ちょっと不思議だなというか、そうなんだろうなと思うのが、基本的に、ちょっと昔の火葬場職員さんたちね、はい、こちらお花の色でございますとか、そういった感じで言ってたと思うんですけれども、この火葬場祈願でもやってますし、であとはもう結構な、割合の火葬場がですね、こちらは一緒に入れられた副葬品だったり、あとは金属だったり、そういったもので色がついてるんですよっていう風にね、説明するようにね、どんどんなってきていますね。はい、なのでね、お骨についた色っていうのは、そういうことだよと。なんか病気のね、薬の影響とかね、そういうふうにも最近言い出すようになっているんですけれども、それ一切根拠ないですから。はい、そういったものはね。あとは全体的にね、色がこうふわってなんかついてるよねとかいうのも、結局その炉の構造であったり、でそしてロストルだったり、そのロストルって言われる五徳っていうね、棺をちょっとこう底上げするような鉄製のやつ、あれもだから鉄ですからね、ある意味ね、そういったものだったりとかで、結構それで全体的にふわってなる時もあるよと。そういったこともあります。ただこのあたりはね、いかに下駄くんでも絶対こうですってこう言えないんですよ。でなぜかというと、はい、そんな人体実験できないですからね。そうなんですよ、皆さん、そんな人体実験ねできませんよね。なのでこう確実にこうですとは僕言いませんけど、ただもう働いてたら分かるんでね、なんとなく。もうそもそもお花入れてないのになんかいろんな色ついてるよねっていうところからこれ始まってるんですよ。それはもう実体験としてねあったところでありまして、で、そういった風にですね、色がついたやつね、はい、でもね、綺麗っちゃ綺麗なんですよ。そのピンクとか、黄緑色とか、紫っぽいのもあったりとか、たまになんか黄色っぽいみたいな感じのねイメージの時もあったりもするんだけれども、なんかそんな感じで色がついてたりします。で質問者さんは、その色のついてるやつね、自分も別にその気づいてはなかったんだけど、この収めようと思ったら、それはダメっていう風にこの言われたと。で、それ色ついてるからダメだよって、これダメって言われたのは、自分の親族です。だからお父さんとかお母さんとかおじさんとかおばさんとかでしょうね。それはちょっと書いてなかったんですけど、っていう風に言われて、で、でも自分的にはなんか色ついててもいいんじゃないって思うんだけど、なんかそういうダメっていう風習みたいなんであるんでしょうかっていう、そんな質問でした。はい、で風習はね、僕聞いたことないですね。わかんないです。はい、なんか色のついたやつは入れちゃダメっていうのはあんまり聞いたことはないんですけど、もしかしたらどっかあるかもねと、日本中のどっかに。はい、そんな感じです。でなので別に一般的にね、なんかその色がついてる骨を収めたらダメだよっていうのは一般的にはそんなないと思いますよ。はい、少なからず僕は聞いたことないですし、僕は遺族さんによってはむしろどうぞ収めてください、いっぱい収めてくださいねって言ってるレベルです。はい、逆に、はい、もう入れたらダメどころか。でそれはどういう時かというと、要はその色がついてるんで、これお花の色ですかみたいな感じで聞かれた時に、質問されたら僕答えるんでね、これはこうこうこうでこういう感じでお色ついてるんですけども、お花の色みたいで綺麗ですよねって。なのでお花好きだったんですか個人さんはと、好きだったんです、でしたらお花の色みたいにお色がついて綺麗ですから、こちらむしろ皆さん収めてくださいと。で言ったら骨壺の中すんげーカラフルみたいな、わーみたいなね。はい、そういうのも別にあるし、それダメなことだと僕全然思ってないし、特に働いている時にですね、ダメだっていうのは言われたこともない。はい、同僚の中でもないので、多分なんですけれども、これキーポイントはね、通常ではないってとこですね。はい、要するにお骨揚げ火葬場あんまり行かないでしょ。なので大体皆さんよくわかんないんですよ、正直なところ。だからある程度ね、年齢重ねていてもね、でも人生で数回しか行ったことないとかで、その数回の間の、最初の2回は子供の頃でもう全然覚えてないみたいな、そんな感じなんですよ。だから皆さんね、基本的にはちょっと緊張します。よくわかんないからね、わからないところに行ったら緊張するじゃないですかね。全然知らないパーティーとかに行ったら、ってなるじゃないですか。極力全然知らないパーティーに行きたくないじゃないですか。わかんないから怖いからっていう感じですよね。そういう精神状態の時にですね、なんか例えば骨になんか色ついてるとね、もうそれがいや綺麗に見えるねとか、もう理由とか関係なく、とにかくなんか色ついてる
もうそれがあもうダメっていう多分その感じだと思います。まあ、だからある意味こう大事に考えたからこそ、はい、のあのその言動その行動だったと思うんで、別にそれ言った人が悪いとかじゃないと思いますよ。別になんか悪気があって言ったわけじゃないしね、なんですけど、まあこの中でまあ強いてね、強いてじゃあ悪い人は誰だって、わざわざあら探ししようと思ったら、それはその時担当したお骨上げの火葬場職員さんです。なぜなら説明してあげなかったからです。はい、なので僕はあのお骨上げの時にですね、なるべくね遺族さんが疑問に思うだろうなっていうところは全部説明してあげると、すげえ大事だよ、そのそういうこと、その色のこととかもそうですし、なんか他のね、あここはこうなんです、ああなんです、説明、はい、その説明すごくなんかあの省かれている職員さんすごく多いんだけれども、省けば省くほどこのように今のこの質問のように、この出来事も何年も前のことだそうです。何年も前のことなんだけどまだ引きずるんですよ。この原因を作っているのは今現在の火葬場職員さんの説明不足、一部のね、全部の火葬場がそうじゃないですよ、はい、あのむしろめちゃくちゃちゃんとしてるところいっぱいあります。いっぱいあるんだけども、まだねあのちょっと時代に追いついてないところあるんで、そういうところ、でやっぱりまあこんな感じで何年も前のこと、何年も前のことですよ皆さん、これね、それでも何だったんだろうなってずっと悩んじゃうと、はい、ということがね、やっぱりあるんだなということをちょっと分かっていただきたいなというふうに思っております。ということで本日は骨に色がついていたら骨壺に入れたらダメなんですかという質問に対してお答えさせていただきました。ではまた。